何豊林は、新末、中華民国の軍人、北京政府、暗記派、法天派に属した。字は、重女。北洋部美学堂卒業後、新し県陸軍に加入し、新末には、第四鎮第八教、第十五票、締めに満つるまで昇進した。1912年5月、第四鎮第八教教頭に昇進する。翌年、第四史。 第七旅旅長となった。1915年、遠征外が皇帝に即位した際には、三等男爵に封じられた。遠征外死後は、暗記派の露英省に属する。1917年1月、石膏省姉大陳述氏となる。1920年、章子森軍試験第六根性旅旅長に就任する。1924年、公設戦争では、 節子貫軍第一軍司令として戦ったが、炉の敗北と共にげやし、大連に逃れた。その後、何豊林は法典派に加わる。張作林が大元帥となると、軍事総長に抜擢され、さらに暗黒軍も反軍弾総司令に任じられた。なお1927年4月には、軍事特別法廷裁判長として、李大将に公式刑を宣告している。 北京政府が崩壊した後には何も辞任して東北に逃れた。1931年東北変貌軍司令長官公署主席参議に任じられている。1935年死去。去年63。翌年陸軍中将区組を追蔵された。ありがとうございます。